はい、どうも、こんばんは、ガクチャンネルのガクです。今日はですね、前にもちょっとね、お話をしてたんですけど、ジンバルね、ご提供をちょっとね、いただいたジンバルがあるんで、それのご紹介をしようと思います。これはね、TS トレードさんっていう、フェイユテックね、ジンバルメーカーあるんですけど、そちらの方の日本の、代理店さんね、の方から、そういうお話をね、頂戴しまして、でそれでジンバルをね、ご紹介を、しようと思います。で前回ね、G6 MAX っていうね、機種、を、ご紹介をしました。ねこちらの方は、どちらかというとコンデジとか、まあこういう風なアクションカメラを、搭載して、使うようなジンバルだったんですね。でまあこうなんていうんですか、まあ俗に言う一眼レフっていうかね、そういう風なカメラを、積む、まあ僕は、去年ね買ったアルファ7-3、こちらの方をまあ載せるような、そのなんていうんですか、大きさのカメラを載せるようなジンバル、これをね、今日はご紹介をしようと思います。まあ前回ねご紹介した G6 MAX っていう機種でも一応このアルファ7-3乗るのは乗るんですけど、ちょっとね、やっぱり重さ的には、耐えれるんですけど、ちょっとカメラのサイズがやっぱ大きいんでね、ちょっと干渉したりしてたんですね、実はね。で、まあ今回、ご紹介するのが AK の 2000S っていうね、AK2000S という、機種なんですけど、こちらの方はですね、重さは 2.2kg まで、乗せれます。だからちょっとね、重たい、レンズ、まあ、ちょっとしたレンズまでだったら十分ね、耐えれると。で、あと、なんて言うんですかね。これまた後でね、まあ、実際の動きも見、まあ、動きだけだったらわからないかな。G6 MAX 使った時には、僕、正直G6 MAX のすごいコンパクトさがすごくいいなと思ってね。あ、これでも普段撮りはね、行ったらいいじゃないと思ってたくらいだったんですよ。だけど、まあその時も AK2000S ちょっと開けてね、ちょっと触ったりはしてたんですけど、実際 G6 MAX をご紹介して、で、そこから AK2000S の方を、こう、何ですか、本格的にいじり始めたら、やっぱりね、まあ今使ってるその α7-3 っていう、まあカメラを載せるんだったら、AK2000S の方がいいなと思うようになりました。やっぱりね、なんていうのかな、モーターとかも、こう、滑らかな動きをしてくれるんですよね。これはやっぱり、ペイロード、まあ、なんていうか、搭載できる、重さね、カメラの重さに対しての余裕がね、かなりあるから、まあ、多分そういったことも、あると思うんですけど、余裕があるんで、動きがね、スムーズに動いてくれるっていうのも、なんとなくね、やっぱ感じたところです。だからまあ、α7-3、まあ僕持ってるカメラと同じようなカメラを、持たれてて、ジンバル探されてる方には、この AK2000S 多分ね、すごくおすすめです。大きさも、まあ、当然ね、なんていうか、できるだけ身軽でね、外をブラブラね、Vlog とか撮るときは行きたいんですけど、まあ、荷物にはなりますけど、そこまで大きくない。ジンバルとしてはね、大きくないというようなジンバルです。じゃあちょっとね、紹介の方。まあ、箱、ちょっと外箱はこんな感じです。ね、こんな感じ。ね、こんな感じの、まあ、外、もう開けちゃってるんでね、まあ、中をね、実際見ていってもらったらと思うんですけど、さっきの外箱、もう開けたらね、こういうふうなパッケージ、もうこのまま入ってます。ね。で、中どうなってるかっていうと、まあ、普段だから、ジンバル持ち運ぶのも多分このパッケージに入れて持ち運べばいいと思うんですね。で、ちゃんとロックもかかるようになってて。よいしょ。開けると、まあ、とりあえずね、本体も。本体もね、なんていうかな。ここがね、木目調、これ木なのかな？プレートがね、なんかこう木目調のプレートが両目入ってて、まあこう持ってやるんですけど、なんかすごく綺麗ですね。ちょっと高級感がありますよね。で、もともと、この、
筐体部分は、しっかりとね、あのフェイユーさんの分はあのなんていうかすごく綺麗な加工ね、されてるんで、あのとても僕はいつも満足してるんですけどね、こんな感じになってます。で表面がこんな感じね。で特徴としては G6MAX との違い、一番の違いはここね、これがあの後で電源入れた時また見てもらったと思うんですけど、液晶面ね、しかもタッチパネルね、なってるんですね。なので G6MAX くらいのね、ジンバルだとスマホの方で詳細設定をしないとね、設定ができないんですよ、スマホじゃないと。だけどこの分だったらほとんどがもうここでね、タッチパネル液晶面で済んでしまうんで、これはすごくね便利です。でまあ、持った感じもこんな感じだから手の大きさちょうどね、はまるくらいの感じです、ね。はい。まあ、今ちょっとロックもかけてるんでこんな感じですけど、まあ、ちょっとざっとね見ときますかね、ピント合ってるかな、表面で。これ特徴になってるのがダイヤルね、これもこういうふうに押すこともできます、ダイヤルで。反対面、まあ反対面かな、トリガーボタンみたいなやつね。で電源ボタンとあれね、充電するとこの USB の差し口ね、こんな感じです。あ、表面はだからこのジョグスティック、何ていうの、スティックみたいですね、はい、こんなやつとボタンが、3つね、ついてます。また細かいことは後で説明をしようと思います。まあ、入ってるものね、とりあえず本体と、 あと後ろにね三脚のネジ穴、あの大きいやつね、何インチっていうのかなこれ、でかいやつとちっちゃいやつ、ね、が、ついてます。でこんなね、ミニ三脚も入ってるんで、まあこれをつけて持ち運ぶときはだいたいこんな感じになるのかな、こんな感じね。開いたときに結構開くんでね、そこそこ安定して置けるような感じになってます。はい。であとはね、そうそう、持ち手ね、持ち手がこれもここにね、こうかこうですね、ガチャンってこうつける感じですね。でこれをつけるとどうなるかっていうと、あの床をね這うように取ったり、するときとかに、使う持ち手、これね、でもつけてる方がねやっぱりね便利かなと思います。あと持ち手のところ、このここが、こういうふうに開いて、ここにネジとかね、そういったものを入れることができます。こういうふうな感じね。まあこれのもう一個上位機種ね、前ご紹介したやつ、あれ機種名何だったかな、 AK2000 かな、ねちょっとすぐ出てくるかな、 AK2000 だったと思うな、ね、いや AK4500 かな、ちょっと前にご紹介したやつ、あ、じゃあ AK4500 かな、4500ですね。あの前にご紹介したこのもう一個大きいジンバルがあるんですけど、それ持ち手ついてるんですけどね、それはねこう手で回すタイプの確かなんですかネジだったんですよ。だけどこれね六角がいるんでね、まあ一緒にネジと一緒にここに六角も収納できるんで、まあそんなにね問題はないと思うんですけど、まあ、手締めのね、ネジの方が、ちょっと、使い勝手はいいかもわかんないですね。はい。まあ、こんな感じ。ただね、これね、すごいいいのが、前にご紹介したその AK4500 は、こんな発泡スチロールのこの箱の中に全部入らないんですよ。なんていうかな、キットっていうかね、セットになってるやつが。これね、全部ここに入るんですよ。だから、それがすごくいいですよ。で、あと入ってるものって言ったらね、まあ、これちょっとあれですけど、ここへね、カメラ取り付けるための、まあ、ステイね。こんな、ステイね。で、あとは、ここにね、クイックシューみたいな感じになってて、これをカメラの土台として付けて、ここへね、こうやって挟み込む感じになってます。そんなんが付いてますね。で、これいいのが、ちょっと普通にね、これね、こういうプレート挟み込むだけなんですよ。ちょっと待ってね。
挟み込むタイプの、これ外しちゃおうか。ね。これ外しちゃおうか。よいしょ。ね。これ、こうやって挟み込むタイプのやつなんで、あれ。まあ、これでいいか。ね。この、僕持ってるピークデザインのキャプチャーの分も、プレートね、キャプチャーのプレートをそのままね、こう挟み込んで、使うことが、できます。だから、これね、すごく便利。だから、こいつ使わなくてもね、まあ、ピークデザインのやつで使える。まあ、どんだけピークデザイン使ってる人がいてるのかどうかちょっとわかんないけど、それ使えます。全然ね。G6 マックスはダメなんですよ。こう挟み込むタイプのやつじゃないんで、ね。まあ、それも考えて、これの方が使うかもしれない。もしかしたらね、僕は。で、あと、ちょっと大きなところで言うと、こいつね、なんていうかね、ズームレンズ、ズームレンズの制御も、できるんですよ。Wi-Fi でね、カメラとリンクしたら。でも、対応してる機種であればね。で、電動ズームなんていうのはなかなか ないと思うんですよ。僕も、ちょっとあれだけど、知らないけど、ないと思うんですよ。で、それをね、無理やりっていうさ、あれやけど、制御できるようにするような、こうね、やつがついてます。モーターがついてるね。これここにこうつけるんですよ。まあちょっとさっきのね、棒みたいなやつです。で、カメラのレンズ側にはね、ちょっとね、小物、こんなね、ゴムみたいなやつがあるんですよね。このギザギザの。これをカメラのレンズ側のとこにこう巻いて、ね。で、このモーターね、モーターをここに歯車をかまして、このモーターがグイーンと動くわけですよね。で、それでね、調整できるっていうね、ズームが、このジンバルのところでね、操作できるっていう機能もあったりします。だから、これはカメラ別に対応してる必要はないですよね。だから、普通のズームレンズでできるっていうね、やつがついてます。このキットね。で、あとはね、もうケーブルとかね、まあ、ごちゃごちゃしたの、ね、シャッター用のケーブルとか、基本的にはね、対応してるカメラだったら、Wi-Fi とかで、設定をしてあげると、ここで、ある程度の操作はできるんですよ。カメラの操作もね。録画開始したり、シャッター切ったり。だけど、それが対応してない機種であっても、こういうシャッターケーブルとかで接続してあげたらいける場合もあります。ね。詳しくは、まあ、概要欄の方ね。メーカーのホームページとか、のリンクを貼ってるので、そちらの方ね、ご覧いただいて、対応してる、カメラが対応してるかどうかは、しっかりね、確認をしてから、もしね、興味があれば、チェックしてもらったらと思います。じゃあ、次ね、いろいろちょっと設定をね、ちょっとしていこうと思うんで。で、今回はね、α7-3 今、ちょっとカメラで撮っちゃってるんで、こいつね、またアクション株の方を、ちょっと一回ね、試して搭載して設定をね、ちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあね、ちょっと設定の方をちょっと、こちらの方ね、カメラを搭載してみようと思います。ちょっと本当はね、α7-3 を搭載できたら一番いいんですけど、ちょっとね、できないんで、こちらのね、今撮っちゃってるんで。で、本来このプレートね、さっきも言いましたように、カメラの下にね、つけてやるんですけども、これもピークデザインのキャプチャーつけてるんで、もうこのままね、いこうと思います。じゃあ、とりあえずジンバルの最初の、あれなんですけど、いろんなところにこういうね、ロックが、ついてます。今これロック、ここ解除しちゃってるけど、かかってると、普段はこういう、収納してるときはこういう感じね、ガタガタこうね、ブラブラ動かないようにしてます。このロックをね、解除します。これがね、3箇所。モーターのところに全部ついてますね。1箇所。で、あとここね。2箇所。これがこれですね。これね。で、3箇所目がここ。ここを解除してあげると、もう完全にプラプラの状態になります。こういう状態ね。プラプラの状態。ね。はい。で、設定ね、していくんですけど、とりあえず、このプレートね。このプレートに、取り付けをします。よいしょ。こんな感じで取り付けをしてあげて、
ね、で、後ろに矢印が書いてるんで、まあ、矢印の通り、こっちにもね、矢印が書いてるんで、矢印合うようにスコップ入れてあげる。ね、いう感じです。で、まあ、入れてあげたらこう、こんな感じになっちゃってるんで、そうですね、まあ、まず、この前後ね、前後、この取り付けるカメラの前後をね、見てあげたらと思います。ちょっとまあ、ここら辺持っといてあげて、だカメラがね、重さが、重心が後ろになってたらこうなってるし、前になってたらこうなってるし、これをね、ちょうど真ん中、ね、前にも行かないし、後ろにも行かない状態。こういう状態に合わせてあげます。ね。で、それで、こちらのロックがあるんで、このロックを閉めてあげます。ね、ロックを閉めると、まあ、要するにこう手でキュッてやって、今ちょっと後ろかな。ちょっとカメラ自体も、とりあえずだからいいんだけど、うん。まあ、こうプランプランってやって、真ん中に戻ってくるようなね、感じであれば問題ないです。ね。こういう状態。ね。で、次は左右、今こっち側に傾いてますけど、左右の調整していきます。ね。よ。で、これも同じね。こうバランスを見てあげて、こう、ちょっと手で揺すって、ま、ちょっとこっち重たいかな。よ。よ。うん。まあ、こんなもんかな。で、これでネジを締め込みます。だから、まあ、ブランブランとなって、ちゃんと、こう、なんていうかな、真ん中に戻ってくれるようにね。はい、ここでね、ちょっと1個追加です。今ね、ちょっと合わせてる途中なんですけど、ちょっと1個ね、やるの忘れてたとこがあって、これね、この、ここも動くんですよ、ここも。これね、こう、上に向けた時に、カメラをね、ここでこう、水平に、なるような状態。だから、こっちへブーンとか、要するに、これカメラがね、軽いんで、まあ、こうなんのもダメなんですよね。ごめんなさい。ここの調整をね、ちょっとすんの忘れてました。で、プランプランとやって、どっちかに、こう、まあ、止まる状態だったらいいんですよ、こうやってね。うん。だから、傾かないように。で、ネジ締めます、ここね。はい。すいません。ちょっと調整、ここだけね、忘れてたんで、後取りです。ではでは。で、あともう一個が、ここね、この前後。これについては、持ってあげて、ね、僕の場合の調整の仕方、まあ、ちょっとこういう状態にしてあげたときに、こう、ブランとこう、今、ちょっとこっち側に下がりましたよね。これが下がらないように、ここで平行が取れるようにね、重心を真ん中に。うん、まあこんなもんかな。よよ、うん、こんなもんかな。で、大丈夫だったら締め込んであげて、ネジをね、ここに下についてるんで締め込んであげて、一応これ反対側も見ときますね。プランプランとやってね、大体まあそこで大丈夫ですよね。ね、まあ大丈夫かなっていうのを見ていきます。ね。で、これで、OK。とりあえずね、カメラの搭載は OK です。だからこれをちゃんとやっとかないと、なんていうかな。モーターに変な負荷かかっちゃうんでね、これはちゃんとやっとかないといけません。ね。はい。そしたらね、液晶のちょっとメニューの関係をね、ちょっとご紹介をしとこうかなと思いますんで、ちょっとここをズームアップしてね、説明をしたいと思います。ではでは。はい、どうもお待たせをいたしました。今ね、カメラをとりあえず、さっきね、乗っけましたけど、こういう状態ね。はい。こういう状態になってます。で、こういう状態にしとかないとね、電源入れたら、カメラ搭載せずに電源入れたら、ぐちゃ、モーター変になっちゃうんでね、ちゃんとカメラをつけてから言いましょう。で、電源ボタンが、この横にあるんで、これを長押しします。ね。そうすると、電源が、入ります。ね。で、まずね、このメニューからちょっと説明をしましょうか。ね。ちょっと手持ちで行きましょう。ちょっと見えるかな？ちゃんと見えてるかな？で、メニューね、まあ、ここ、ジンバルのモード切り替えなんですけど、まず、最初設定、デフォルトになってた、これね。これはどういうモードかっていうと、これね、実際見てもらうのはわからんか。カメラこう、今、
見えてるでしょ。で、このカメラを下にね、やっても、横からの方がいいか。こうやって、下にやっても、これカメラ下向かないんですよ。ね、カメラはまっすぐの状態向いたまんまになるんですよね。で、横向きだけ追従してくる感じになってます。横向きだけね。それがまあ、一番最初に、なってた、このモードね。このやつね。で、次にこの、十字ね。上も下もってなってるやつ。これにするとどういう動きになるかっていうと、さっきはこう下向けたら下ついてこなかった。今カメラ下向いてるの分かります？上向けたら上に向く。下向けたら下向く。ね。こういうふうな動きをするのがこのモード。だから横もね、こう追従していきます。横に振ると。ね。こういうモードになります。で、それをさらに細かく斜めとかもね、全部追従してくるモードがこちらのもの。だからもうこれはもう手向けた方向に全部ね、斜めでも全部動いていきます。ただむやみやたらにじゃあこれがいいじゃないってこれにしちゃってると、ジンバルの今もそうですけど、ちょっと上向いてるの分かりますかね。なんていうか、もし真正面だけ撮るんだったら、まあ、全然これでいいと思うんですね、最初の、うん、ね。だから用途に合った使い方をしてあげないと、ちょっとね、ジンバルの正面が狂ったりするんで、まあ、適切なモードを選んでもらったらと思います。で、あともう一個、この鍵のマークついてるやつ。これをするとね、どうなるかっていうと、ちょっと待って、ロックが外れて。よ。ね。こうすると、今、向こう向きで、ね、テレビの方を向いて、まあ、ロックをかけたんですけど、もう、要するに、こう、横に振っても、カメラは向こうのまんま。ほら。こうやっても、今動かしてますよ、ずっとね。カメラは向こうのまんま。ね。こういう風な感じで、だからなんていうかな。もう完全に向こうにある、例えば、電車とか風景を、こう、なんていうかな。スライドしながら撮りたいような時に使うモードが、こちらの方ね。このロックするやつね。このモードになります。ね。こんな感じ。ちょっと説明悪い。わかります？大丈夫かな？これちょっとどういう撮り方がこのぐらいでも見えてんのかな？ね。で、さっきどっちがいいんかな？このスライドね、今左から右へスライドしましたけど、こちらの方をすると、まあ、ISO 感度とかの設定とかができるようになってます。これはカメラね、なんていうかな、Wi-Fi で接続できるよう、接続した後ね、だったらここで、全部設定が変えれます。で、さらに横にするとこういうね、ピントが、こんなやつも設定ができますね。はい。で、この2つかな。はい。ね。で、ジンバルの設定の方は、この反対側。右から左に設定を動かすと、こういうふうにね、設定ができます。これもいろいろあってね、ちょっと撮りにくいんだけど、ごめんなさい。この一番上のやつね、上のやつ。これはね、何のモードかっていうと、これちょっと押しますよ。ちょっと上に、カメラ上に向けた方がいいんだけど、今押します。押しました。よっ、押しました。ね。今、上向けましたけど、押したら自動的にね、上向きます。ね。こんな感じの画面になってて、まあ、例えばこの、こう、右にくるっとなってる矢印ね。これをね、ちょっと今押しちゃったな。下の方押しちゃった。よいしょ。ね。上の方押しますよ。よっ。こういう風に回るんですよ。だから、ぐるーっと回ってるような動画をね、撮りたい場合に使います。で、これは今これを押しましたけど、下の方を押すとね、次もう一回このボタンを押すまで、エンドレスでずーっと回り続けます。こんな感じね。で、さらにこの上のところのスピードっていうのはね、これで調整します。まあ、ここ上見てたらわかるけど、こうやったら速くなるね。で、こうやったら遅くなる。ね。こんな調整ができます。はい。ね。まあ、普段はこう、今上向けて撮ってますけど、普通はこういうふうにね、撮りたいものにこういうふうに向かって、回して撮るっていうね、撮り方になりますね。はい。で、次、
下がモーションタイムラプスね、こちらの方になります、ね。タイマーの設定、まあ、パンとかチルト、まあ、パン方向にどれだけの時間をかけてね、スタート地点からエンド地点まで行くとかね、そういうのを全部チルトとか、まあ、設定ができます。で、例えばカメラとかの、接続をしてたらシャッターをね、どのくらいの間隔で切るかとかを、ここで、設定も、できます。で、そこら辺を設定したら次ルート設定ね。まあスタートポイントを選んでくださいということで、スタートポイントはオートと。ちょっと設定がね、多分ね、ちょっとカメラ軽すぎるんだと思うんですよね。例えば、ここね、ここから始めた方、これスタートで OK。で、次、エンドポイントね。で、例えば、ぐっと動かして、ここまで。ね、っていう感じでやって、OK をします。そうすると、もう勝手に動いて、今3分くらいにしてるんで、3分間でぐーっとスタートからエンドポイントに向かって、動いていくという感じになります。ね。ちょっと今、ちょっと一回キャンセルしますね。はい、で、もう以前、前回の設定そのまま使う場合は一番下ね。これやるともう前回の設定のスタートポイント、エンドポイントでもう、いきなりね、もうそれで、動作開始します。ね、そんな感じになってます。だからセッティングを作った上で、まあ、一回ね、試しして実際撮るときに今のボタン使ったらいいんかなと思いますけど。はい。で、あとこの下の4つのボタンね。これ、まあ、セルフィーはもうそのままセルフィー。ボタンを押すと自分の方に向きます。ね、こんな感じ。ね。でももう一回押すとね、戻ってくれるんかと思ったら戻ってくれないですね。実は。この後ろ側ね、また説明をちょっとしないとダメなんですけど、このトリガーボタンをね、ダブルクリック、どこかな、これか。ね。これをダブルクリックするとしますよ。ちょんちょん。戻ってくれます。で、これジンバルが変な向いちゃった時も、この、トリガーをダブルクリック。ね。どんな状態からダブルクリックしても、まっすぐのね、デフォルトの初期状態に戻ってくれるんで、まあ便利ですね。まあセルフィー撮る場合はこれ。で、もう一個のやつはね、これ縦撮りモードなんですよ。これ実はね、今ボタン押してもダメなんですよね。こういう風にしてあげてからじゃないと有効にならないです。ボタンがね。で、ポチッとな、押してあげると、こう、縦撮りモード。あ、今2回押しちゃったから。あれですけど、はい。ちょっと今、ちょっとね、片手でやるのはちょっとしんどいですね。こんな感じで。だからスマホとかを乗っけてとか、まあ写真とかでもそうですけど、縦撮りでね、動画撮りたいとかいう場合は、こう、例を使えます。で、もう一回押すと、これは戻ります。今のボタンね。はい。それがこれね。で、この下の、この2つのボタン。これはね、このダイヤルの機能、設定をします。で、今、縦にこう、ぐるんとね、ぐるんとこうなってるような絵になってますけど、今じゃあこのダイヤルを回すとどうなるかっていうと、こういう風に動きます。こういう風なね、こういう風な感じで動いていきますね。だからチルト方向ね。で、もう一回押すと次パン方向、今もちょっと上で見えてるよね、パン方向ね。で、もう一回押すと次はなんていうかな、これロールね、こういう動きになります。で、これがね、結構ね、細かい、動作をしてくれるんで、このダイヤルね。これすごく便利なんですよ。ね。で、このダイヤルなんですけど、今、まあ、ジンバルの制御以外にも、こっちのやつ、なんか虫眼鏡みたいなやつ。これやると、さっき言ってたズームのね、このやつね、使ってズームの制御もできますよって言ってたと思うんですけど、これの制御とかができます。ね。だからこれをやって、こうやるとズームのね、モーターがウィンウィンとこう動くわけですね。はい。そんなことができます。で、実はね、ちょっとまた話が飛んじゃってあれなんですけど、これね、ここのボタン、長押しにしてるとね、モードが切り替わるんですよ。まあ、さっきの画面でも切り替えができますけど、普通の画面からでも、この上のとこにマークがね、ちっちゃく出てるんですよ。今、こう、なんていうかな。
向きでロールのモードになってるんですけど、1回押すごとにこれが今縦軸、今こういう状態ですね。こういう風な動きになる。ここね。もう一回押すと横になったから、これがパン方向ね。こういう風にね。で、こういう風な制御ができます。ね。で、長押しをすると00になったと思うんですけど、これがモーター、ズームのモーターの制御になります。今はつけてないから動きませんけどね。こういう風な切り替え。で、それをタッチパネルでもできるようにしたのがここ。ね。という感じです。で、さらに、右から左へスライドすると、次ね、最初ちょっと、ガー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 変になっちゃってたんで、これペイロードセッティングっていうので、まあ、オートでやってあってもいいと思うんですけど、まあ、手動でモーターのこう強さみたいなものをね、変えることができます。変にガタ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 言ったり、なんていうかな、カメラの重さとかに対して、モーターのパワーが合ってなかったら、変になっちゃうんでね。その場合、変になった場合はここを調整する必要があります。で、上から2番目。ね。これはジンバルのモードになります。まあ、なんか動きがあるものを撮りたいとか。まあ、スムーズさ優先。まあ、そうね。まあ、お寺とかをじわーっとこうね、撮るとか。まあ、そういう時に、ジンバルの動きの滑らかさみたいなものを調整する、画面になります。まあ、カスタマイズでね、自分で調整することもできます。微調整ね。で、3番目のやつは、カメラのセッティングね。ズーム機能の設定とか、まあ、そういったものとかも、できるようになってます。なんていうかな、ズーム機能のやつを、なんていうかな、ズームレンズ、Wi-Fi のカメラの、Wi-Fi でカメラへ接続して、操作をするのか、さっきのモーター、これについて、モーターのやつで制御するのかとか、まあ、そういうのはまあ設定ね、をやりますね、そんなことをやるのが3番目で、4番目のセッティングのやつはまあ、そうですね、キャリブレーションとランゲージの設定なんですけど、もう言語はね、英語か中国語しかないんで、まあ、英語でいいと思うんですけどね。で、キャリブレーションはもう押したらもうこの三脚にね、乗せた状態で、まあ、キャリブレーションボタンを押してあげて、ちょっと待ってたら、もう、コンプリートで出るんで、まあ、それで終わりということになります。メニューはね、こんだけなんですよ。とりあえずね。はい。まあ、触りながら見てもらったら、そんなに難しいことはないと思うんでね。はい。で、ボタンね。さっき、まあ、メニューから説明した方がいいと思って、ボタンちょっとね、後回しにしてたんですけど、これはさっき説明した通りの、大丈夫ですね。このダイヤルね。で、ここのジョグダイヤルみたいなやつでも、これ基本的にジンバルの動きをこうね、することができます。ここでね。こういう風に。ただね、こいつはね、結構ね、動きがね、なんか微調整がやりにくい。僕は。これね。だから、こっちでやることの方が多いです。なんかね。で、あとボタンはね、なんていうか、これね、モード切り替えのやつなんですよ。ロックと、普通のモード、パンモードとの切り替えをやるボタン。で、これが、カメラが、これも対応してたらなんですけど、ちゃんと接続してたら、動画と静止画を切り替えをできるようなボタンなんですけどね。これも対応してるかどうかで使えるかどうかが決まってきます。で、これもカメラ接続してたら、これがシャッターボタンね。これ。動画の録画開始とかシャッター。こんな感じになってます。まあ、横はもう電源ボタンだから、まあ別にいいと思うんで、こっちはトリガーボタン。さっき言ってた、どんな状態からでも初期状態っていうかね、カメラがまっすぐの状態に戻ってくるっていうやつですね。で、ダイヤルと。まあそんなにね、ここは説明をする必要もないかなと思いますけど。はい。じゃあ、とりあえず次はね、スマホの方と接続してどういう動きをスマホの方でできるかっていうのをちょっと見たいと思います。ちょっと用意しますんでお待ちください。はい、どうも。とりあえずね、アプリはね、フェイユーオンっていうね、アプリなんですよ。こちらの方ね。で、今、ジンバルの電源は、入ってます。ちゃんと入ってる状態。ね。で、するとね、Bluetooth で接続するんで、問題なければ、そのまますぐ接続をされます。で、これね、なんていうかな、
最初の時やったらもしかしたら Bluetooth で接続していいですかみたいな、ボタンが出てきたかもわからないですけど、そんな接続自体はややこしくないです。すぐに接続ができますね。でメニューの方なんですけど、上の方からちょっと見ていきますかね。これ今なんていうか接続してるジンバルねの名前が出てきます。で上の方、これピント合ってるかな、これでいけるかな、上の方のこのクラウドみたいなマークを押すとね、これはファームウェアのアップデートね、これが新しい最新のものが出てたら new かなんかね赤いので出てきてたと思います。でボタンをポチッとなと押すと、ファームウェアアップデートしていいですかみたいなボタン出てくるんでね、今は必要ないんであれですけど、必要があればこれでやってもらったらいいと思います。ただ気をつけないといけないのは、ちゃんとねバッテリー、スマホもそうだし、こちらね、ジンバルの方もちゃんと、バッテリーねある状態でやってもらって、接続切れたりね、ファームウェア途中でね、失敗すると動かなくなっちゃったりするんでね、ちょっとそれは気をつけてください。でこのジンバルの名前が出てて、その横のねこのボタンを押してあげるとセッティングね、これももうほぼほぼね、ここの液晶のモニターでできちゃう内容なんで、ここもちょっともし興味あったら見てもらったと思うんですけど、ほぼ一緒です。同じようなことを設定できます。でカメラをね設定する場合はこれボタンを押すとメーカーを聞いてくるんで、例えばソニーね、こんな感じでピントが合ってないね、合ってる？いけるかな、ちょっとボケてるかな、こんな感じで機種名が出てくるんです。ちょっと上のライトもね明るいんでね、照明がスマホに映っちゃうんですよね、ごめんなさい。こんな感じで機種名出てくるんで、自分のカメラの機種をね選んでもらったら、僕だったら α7-3 これね、でこれでやると Wi-Fi のパスワードを聞いてくるんでね、それで選んであげたら OK です、ね、カメラの方の Wi-Fi をね選んであげて、で問題なくいけばここへねカメラの方の Wi-Fi のID が出てきますね。はい。で、ここら辺のねボタンの説明をちょっとしておきます。この上のボタンね、これはねこれをやるとねロールします。これでね、これもあんまり使うのかな、どうなのかな、僕はあんまり使ってないけど、でこの真ん中のところをやると、これでジンバルの制御はねできます。これでね、こんな感じで、でこのボタン、これがトリガー2回と同じでデフォルトの状態に戻ってくれますね、このボタンで。ちょっとこれ置いといて、こっち下ね、下行くと、これがジンバルのモードね、ロックね、で、横方向だけ、縦方向で、マルチね、ここでジンバルのモード切り替えができると。で特徴があるのスマホでね、特徴があるのがこのボタン、これを押してねやるとね、ここセンサーの強さとかあるんですけど、例えばもうこのままいきますね、これでこのボタンをポチッとやると、ここが0の状態になって、例えば今見えてるかな、前へ下げると上へ上げると、で横に動かすとこんな感じでね、こう動いてくれるんですよ、連動してね。ちょっと面白いでしょ。ただこの機能ね、ちょっとねタイムラグが発生する場合があるんで、ちょっと気をつける、あんまり信用しすぎることはできないんですけど、電波環境にもよるのかな、自宅でやってるからかもわかんないけど、ちょっとタイムラグが家の場合発生してたんで、ちょっと野外でねこの機能使ったことないんでちょっとわかんないんですけど、ちょっとそのあたりは信用しすぎないように気をつけてください。スマホの方はこんなもんかな。はい、じゃあちょっとまた設定っていうか変えますんで、ではでは。はい、どうも、いかがでしたでしょうか。ザザザザっとね、こちらのジンバルの機能紹介をさせていただきました。なんていうかな、今ちょっとね本当にね α7-3 本当はね載せてね説明をしたかったんですけど、ちょっとね最初ねこいつでね撮ったんですよ、一回今喋ってる内容も全部ね、だけど
やっぱりね、絵が汚かったので、ね、結局今またね、カメラを α7-3 に、撮影用のカメラを変えて、撮ってます。だから2回目、ほぼ同じことをね、2回喋ってます。これでもね、多分1回で1時間くらい喋ってるのかな。だから2時間くらいやってるってことでね。はい。もう本当にね、ダメですよね。なかなかね、説明がうまくなりませんで、申し訳ないんですけど。はい。ちょっと余談でした。まあこんな感じでね、特にやっぱり α7-3 乗せて使ってみた感じでは、やっぱりそのくらいの、大きさのカメラを搭載するのはやっぱりこっちの方がね、本当は安定してね、動いてくれるんでね、とても、使い勝手が良かったです。僕はこっちの方がいいなぁと思っちゃいました。G6 Max すごい満足してたんですけどね。ただ、やっぱり持ち運ぶのには、当然ね、重さがかさばるっていうのがね、あるんでね。実際両方使っていって、どっちがね、僕の中で、まあ、よく使う機種になるかっていうのは、ちょっともうちょっとね、使ってみないとわからないんですけどね。まあそこら辺ね、またね、動画いろいろ上げていく中で、またお話もね、できたらなと思います。で今回あんまり紹介できなかったですけど、こちらモーターの方ね、こちらの方は、また実際外へ出てズームレンズ使うような時にやっていこうとは思います。ただ、どうなのかな、やっぱりモーター音とかがね、ちょっとね、動画の場合入っちゃったりするので、そこそこね、そんな動きはね、音自体も大きくはないんですけど、やっぱりカメラのマイク位置とか、やっぱりいろんなもんでちょっと音が入っちゃう可能性はありますよね。だからもう本当に風景撮って、バックでね、サウンド合わせてこうやっちゃうような感じであればね、バックサウンド流してしまえば、まあ音楽でね、流してしまえばまあ別にいいんでしょうけど。まあなんていうかな。まあ普通にね、自然の音をそのまま使いたい場合はあんまり向いてないのかもわかんないんですけどね。まあ一応、あるっていうのはいいですよね。あるっていうのはね。はい。ということで、まあまたね、いろいろ撮った、こういうのを使って撮ったやつはね、また上げていけたらなと思います。僕の、いろんな動画の中で、ご紹介もね、できたらと思いますんで。まあ、とりあえず、こんな機種ありますよというね、ご紹介動画でした。いかがでしたでしょうか。また、いろいろね、こういったガジェット関係とか、まあ、最近やってないけど、ドローンとかね、の方とか、まあ、飛ばしには行ってるんですけどね。行っててもね、YouTube にちょっと上げづらく最近なっちゃってきてる感じが、僕の中でね、なんかもういろいろ厳しくなりすぎてね、なんかそんな感じがしてて、YouTube に上げることがもう少なくなっちゃってますけど、はい。まあ、ぼちぼちやってますんで、またね、ぜひよろしくお願いいたします。そしたら今日はこの辺で、失礼します。さよなら。